おはようございます。皆さんお元気でしょうか。今日は秋田から届いた純菜を使って純菜の作り方をお伝えします。近藤さんありがとう。では行きましょう。でこちらの一度水洗いした純菜をですね、生の純菜がこちらですね。はい、今からが旬でございます。でこちらを沸騰したお湯に入れて火を入れていきます。ちょっと非常に鮮やかな色になりますので、それを冷やして召し上がる、とてもシンプルな料理ですね。この皆さん、この純菜の取り方ご存知ですかね。私はあの純菜摘みの体験に行ったことがあるんですけど、これあのたらいのようなですね、あの船に乗っておばあちゃんたちがですね、一つ一つ手で摘んでるんですよね。このだから一粒一粒がもう何ですかね、おばあちゃんたちのこの努力の結晶とか、まあ、そういう感じになりますね。こちらじゃあ冷えたところで一気に冷やしていきます。で鮮やかになった純菜です。はい、次は盛り付けていきます。水気を切ったですね、純菜を器に持っていきます。はい、こちらの純菜が出来上がったんですが、ここにかける酢なんですけど、あのポン酢ですとか醤油、それから三杯酢という方もいらっしゃるんですけど、やっぱそれだと純菜にはちょっと濃すぎるんですね、僕的には。なので今日は皆様にあのご家庭でできる純菜酢のレシピをここら辺にアップいたしますので、ぜひお試しください。ほんとシンプルですね。純菜酢をかけて、ちょっとさっぱりと生姜なんか合いますね。はい、おろし生姜を添える。はい、こんなシンプルな料理でございます。それでは皆さん、朝からさっぱりといただきたいと思います。やっべ、めっちゃうまい。皆さんもぜひご家庭でお楽しみください。素敵な一日を。どうもありがとうございました。